今回は体験入部ということで、はい、実業団体験入部をさせてもらいました、はい、今回は、はい、結構もう名前もね、そうですね、秋山病院、秋山病院さん、はい、はい、体験入部させてもらいました、はい、ただちょっと秋山病院さん名前がちょっと変わった、今年からね、はい、はい、ちょっと MJ の名前をマイシンブレーブスというのね、はい、あの今年から変更という形で、はい、はい、になったので、はい、ちょっとマイシンブレーブスと呼ばせてもらいます、ね、マイシンと呼ばせてもらいます、ね、はい、はい、で、今回はちょっとペアリングとかがまだちょっとできなかったみたいなので、はい、まあ、ポイント形式をするとかそんなではなく、はい、本当にクロスラリー10分だけお邪魔させてもらいました、はいはい、本当お忙しい中、はい、こんな僕たちのためにラリーしていただいて、はい、ありがたいです、ね、ありがたいですね、はい、で、今ラリーしてるのはトモヤンの方ですね、はい、はい、相手が小倉選手、小倉選手言いまして、はい、小倉康介選手ですか、そうですね、見ての通り、はい、何もできませんでした見てください、球がめちゃめちゃ球速かったですね、いやいやいや、あ、はい、MJ ですね、はい、川上林平選手ですね、そうですね、はい、有名ですね、もうスピン量エグかったですね、あ、やっぱり、はい、スピン量エグいし、常に同じフォーム同じテンポでボールを捉えてるんで、もうそういうところもすごい勉強になったというか、すごいなと思いましたね、これあのラリーさせてもらって5分だけど、はい、5分だけど、いやほんまにちょっとうまくなった気分、はい、いやこのただのラリーなんですけど、このテンポを常にやり続けるって、うん、めっちゃいい練習になると思いました、ね、いや間違いないね、まあなんか普段練習するってちょっとまあ軽くラリーで、確かにちょっとダラッとしちゃう部分は、確かに確かに確かに、いやもうこういうとこからプロの人は意識ちゃうなと思いましたね、だってもう見るからに足曲がってないですか、うん、そうなんですよ、自分では曲げてるんですよ自分ではめちゃめちゃ曲げてるんですけど全然曲がってなかったですよ、もうやる気が仕上がってますからね、仕上がってますから、ね、2時間3時間で当たるんですからね、はい、大倉康介選手、はい、マセラで主将、おお、押しのあるフォアハンド、押してますね、すごいですねこれ、しっかりと右肩のフォア出して押して、リズム変わんないですよね、そうですね、あまり下がらないし、うん、常に前に踏み込んでいく、そうですね、赤見選手、はい、うつぼで全日本選手権やった時ちょっと見させてもらったセンターコードちょっとやってたので、はい、その時にうまっ感動しました、はい、しかも最年少なんですね、そうですね、赤見、うん、選手ちょっと早めにアップに来られてましたね、はい、ちょっとね、横でね、ちょっとね、ちょっと違う音鳴らして、バンバン音なってた、あれ音おかしくないってか思ってましたけどテニスの音じゃない、うん、うん、これは松村亮太郎選手、はい、大学アメリカのケンタッキー大学、そうですね、はい、一番大きかったですね、はい、はい、はい、そうですね、どうですか、どうですか、僕松村選手も結構これそれこそ YouTube とかで上げ上げるの何回か見てきて付き合ったんですね、結構かっこいいんで、そうですね、調子に180以上あるんですか、なんこの靴と靴下 MJ 持ってない、持ってるかもしれないちょっと似合い方が違いますね小倉選手、はい、1球目からもうボールは全部チャンスボール僕ほんまグリップチェンジできなかったな、あ、なんかこの前動画上げたの完全にあのディフェンスとオフェンスみたいな、あ、もう完全に、はい、もう練習になっちゃってますね、もうずっと守ってました練習になりましたかね小倉選手絶対になってないと思うなどんなとこ打ってくんなよみたいな違うんです、小倉選手のボールがすごすぎてコントロールめちゃめちゃ良かったっすよ、ラリーでショートクロスとか打るんですよ、マジそれでもしないみたいな押しがすごいですわ、スピン量もそうですし、テンポ速っ、うん、常ライジングみたいなテンポベースラインから離れるってこと、うん、おー前に入ってすごいな、そうですね、ちょっとベースラインで、フォアハンド、いや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 取れないですあれはよいしょ、はい、
川上選手の方は結構好きなんですよ。あなんかめちゃめちゃリラックスしてる。あ、まあ、確かに確かに。あれしっかり肩も入ってるし。ミスしなさそうだ。しっかりコースを乗せてるというか。ちょっと動いてるな。動いてないな。はい、あんな遠くでわかる。動いてない。めっちゃ緊張したんですけどね。いや、めっちゃ緊張しました。え、ちょっと何させてもらっていいんですかみたいな感じでしたもんね。ねえ、ほんまに緊張しました。いや、この質ラリーできるって YouTube やってる方絶対無理やもんな。いや、ほんまに、ほんまにありがたいですね、現在。ほんまにものの、まあ10分ぐらいやったんですけど、10分でも学ぶことありましたね。めちゃめちゃ学びました。これやったら一般の方でもちょっとお金払ってでもあのプロの方とちょっとレッスン受けたりとか、ああいいですね、なんやろ、行かしてもらったりするのってほんまにありかもしれないですね。そうですね、いやボールにこう得るものありますよね、ラリーをして。しかも僕たちあれなんですよね、ちょっとせっかくやしガチで来てくださって、ああね、そうそうね、言ってた、はい、ガチでしたね。ガチでした本当に。今の試合、はい、川内選手、はい、筑波大学、いきなりエグいボレー、なんじゃ今の川内選手は知ってる方もやっぱ多いかもしれないですね。そうですね、テニスのケンさんで、そうですね、ドリームプロジェクトで、はい、結構肌の選手結構思ったより、シュッとしてましたね。そうですね、ね、細くて、そうですね、身長高くて、うん、イケメンで間違いない、はい、それはモテるわっていう感じでした、ね、爽やかで、はい、関東人、そうモテるわ、うん、テニス最強に、いや、本当にめちゃくちゃ足動いてますね。どっち、これは、はい、1ゲームで回してましたよね。はい、あのちょっとなんかいろいろね、ペアリングを、そうですね、考えてもらって、はい、あの正直こう見てる側としては、どのペアでもいいんじゃないかな、うん、間違いないです、うん、どれでも勝てるでしょう、うん、どれでも勝てるでしょうって ね、何かあるんでしょうね、うん、でも結局どうだったか分かんなかったですね。分かんないですね、全部回してる、まあ、それはまあ秘密っていう、うん、おー、ナイスボール、ハイフォーメーションですね、今の川上選手サーブ、はい、これあのマイポイント見てたやん、うん、これテニスっていうぐらいなんかもし僕らが戦ったらどうなるんだろうなと思ったけど、まあ、もしスーパータイブレークしたら本当に奇跡のミスが1本あって1-10とかやろうな。確かにファーストサーブ確率 100% でも大きいとこに入らない限り、うん、点取れないですね、うん、いや本当に僕たちって言ったらトーナメントで優勝とかまあそうですね、まあ、させて、まあ、できるときはしますけど、はいはい、もう本当に全然違います。違いますね、もう何もかもが、うん、まあなんかもうフィジカルから何からもう何やろ、トレーニングとか練習のその、まあ、質もそうなんですけど、うん、量の差がもうそうですね、もう見て分かりますよね、うん、完全に。川内選手だって見ました、アップ、ああアップもしっかりやってましたね、チューブ使ってしっかり今の狙いますあんなちょっと中ローブみたいなリターンで狙います、高さもちゃんと狙ってましたからね、うん、今、うん、しっかり足ためて、うまい、さすが外国人の球を受けてるだけある。いや、そうですね、待ってください、エグい、入ってパーン感動ですよ。一つ思ったのが、はい、誰一人ラケットの真ん中以外を使わないっていう。ガッツ。そうなんですけど、なんやろ、この人らにとっての当たり前が、うん、ちょっと違いすぎるというか。見てください、今のも。えげつない。ガシャルっていう概念がないというか。ないですね。僕ちょっとラリーさせてもらうとき、最初ちょっとまあ、緊張もあったんで、うん、何個か、まあ1、2個ガシャっちゃったんですけど、うんうんうん、多分3年ぶりぐらいですよ、見たの。ガシャるの。何今のみたいな。ガシャるとか久々に見たわ、みたいな感じなんじゃないですか、多分。なんであんなにちゃんとガットに当たるのか。すごいっすよね。いや、低姿勢がやっぱ大事なのかな。まあ常に姿勢低いっすもんね。見てください、姿勢。はい、
もうね、日本リーグも始まってますので、はい、はい、皆さんで、邁進ブレーブス、そうですね、応援したいですね、はい、応援していただいて、ぜひ優勝していただきたいと、はい、優勝目指して頑張ってください。はい。